皆様、早くからお集まりいただきまして誠にありがとうございます。連日ニュースで流されてくる映像、これを見ると本当に21世紀の今こんなことが起きていていいんだろうか、そんなことを思う毎日でございます。とりわけ難民として、あるいはまだウクライナにいらっしゃって女性やお母さんや年を重ねた方に、そしてお子さんたちが家を追われて逃げて毎日生きなくてはいけない、こういう現実を見ていると、私たち何かできることはないのかな、いろいろ考えるわけでございますが、しかしながらなかなかその手立てというものが見つからないというのも悲しい現実です。しかし小林健一郎さん、指揮者、そしてその小馬健を敬愛する仲間たちである演奏者が集まった小馬健とその仲間たちオーケストラ、そしてこの豊島区が本日は共催という形で音楽でなんとかこのウクライナの方々に心のつながりと、そして何か応援できないだろうか、そういう思いを込めて企画いたしましたコンサートが、このウクライナ応援コンサートでございます。これからおよそ1時間の間、この歴史の中で人々に力を与えてくれた音楽、そして安らぎを与えてくれたであろうプログラムを演奏してまいります。本日はこんなにたくさんの方にお集まりいただきました。そしてまた、立っておよそ1時間聴いていただくわけでございますが、合わせてウクライナの皆さんに、募金を行いまして、これを直接目に見える形でお届けしようということも考えております。この募金は、この募金箱1箇所、ございますけれども、また後ほど、ご説明をいたしますので、短い間ではございますが、どうぞ皆様、音楽で、そして響きで、心でつながってウクライナを応援してまいりましょう。よろしくお願い申し上げます。ではまず本日のコンサート、共催をいただいております豊島区の高野幸雄区長よりご挨拶を頂戴いたします。ご紹介を賜りました豊島区長の高野幸雄でございます。今司会の浅岡さんのお話のように、まさに連日のごとく報道されるこのロシアのウクライナへの侵攻が続いているわけであります。しかも核兵器を使用を示唆したというような一連の行為や、まさにウクライナの国民だけではなくて国際平和の秩序と安全を脅かし、明らかに国際連合憲章に違反する行為であり、絶対に容認することはできないわけであります。豊島区は磯議長、どうぞ、磯議長とともにですね、重大な決議をですね、まさにロシア大使館を通じてプーチン大統領に届けるように発表いたしました。磯議長です。豊島区の議会と一体となって、小さな小さな力かもしれませんけど、このお集まりいただいた皆さんの気持ちをですね、伝えていきたい、そんな思いをしております。豊島区は23区で初めて非核都市宣言を行いました。今日まで核兵器の廃絶と世界の恒久平和を向けて、さまざまな取り組みをして、豊島からもいち早く今申し上げたように抗議のメッセージを出したわけであります。このようなコンサート、本当に本当に1週間前、小林健一郎さん、豊島区の
音楽監督であります。お越しになっていろいろな打ち合わせの中で、区長1週間後だけどこういうようなクラーヤを応援するコンサートをやらないやりましょうというような話を本当に4、5日前にお伺いしてですね、よしこのチャンスに皆さんにお呼びかけしてこの会を盛り上げよう、そんな形で企画をさせていただき、こんなにも大勢の皆さんがこのウクライナ侵攻に抗議をしている気持ちを持っているんだなということを改めて感じたわけでございます。そして今お話のようにですね、この小林健一郎さん、それを支えていただく小林健一郎さんとその仲間たちというのを方々、本当に短期間2、3日でなんと90人も超える方々が集まって演奏しよう、この会場も普段もっと後ろなんですけどここまで出して、そして演奏してくれるという、まさに感激感動であります。皆さんもウクライナの旗をお持ちですね。これ急遽うちので手作りでいたしました。数があるかどうか分かりませんけど、この旗を掲げながらですね、この1時間我々の尊敬する、そして本当に豊島区のまさに音楽を引っ張っていただいている小林健一郎さんのお歌を、演奏を聴いていきたいということであります。またお隣の芸術劇場のですね、ライトアップ、このウクライナの色をですねライトアップしたり、1階のロビーではですねウクライナのさまざまな写真展をやっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思っております。そしてまたこの照明もそういうような形でやらせていただきたいと思いますが、この短い1時間になりますけど、皆さんと心を一つにして、そしてこのロシアに対するウクライナ侵攻に断固抗議のまさに表明をしてまいりたいと思っております。またこの演奏の前にですね、ウクライナの出身でありオペラ歌手であり、私なんと20年前、私ロクサーナさん知りましてですねお会いしてですね、しばらくお会いしませんでした。今日は皆さんにですね、ぜひウクライナ国歌をお歌を届けたいというような、そういうお話もございます。まあ、素晴らしい、そういう気持ちを皆さんもしっかり聞いていただきたいと思っております。このように司会には浅岡聡さん駆けつけていただいたり、あるいは一刻も早い平和が解決なされることを願って本日の演奏会実現をしていただきました小林健一郎様、そして特に奥様の陽子様にはですね、この企画ぜひ区長豊島区と一緒になって早く今のこの時だからこそ必要なんだということで肩を押されてこの会を、作り上げていただきました。改めてオーケストラの皆様、そして司会の浅岡様、そして大勢のスタッフの皆様方に心から感謝を申し上げまして、私豊島区長高野幸男としての挨拶合わせて豊島区議会議長伊藤和明であります。どうぞよろしくお願いします。高野豊島区長、そして伊藤区議会議長でございました。今区長のご挨拶もございましたが、ウクライナという国は本当に美しくて、そして芸術の国でございます。例えばのプロコフィエフとかですね、伝説のピアニストホロビッツ、みんなウクライナの方でございます。そしてウクライナご出身の方が日本でもさまざまな分野でご活躍でございますが、先ほど区長のお話にありました、ウクライナ出身のオペラ歌手、そしてオペラだけじゃなくてバンドゥーラという建物があるんですよね。このバンドゥーラの奏者としても、活躍されています。ウクライナの、功労芸術家でもいらっしゃいます、藤原歌劇団で椿姫と、
いろんなプリマドンナとしてもご活躍のオクサーナ・ステパニュックさんがお越しいただいております。今日はウクライナ国歌の一番を斉唱していただきまして、その後王国の言葉でメッセージを頂戴いたします。オクサーナさん、お願いします。毅然とした強い民族です。そしてその魂にはいつも平和と愛を持ち、助け合うという思いやりを持っています。どうぞ皆様、心を強く持って、世界がウクライナの平和を願ってくださることを心から願います。でした。
ありがとうございました。どうぞお心強くお持ちになってくださいね。